どうも皆さん、こんにちは。ゲリラバーベキュー。ゲリラバーベキュー。別にバーベキューやる予定なかったけど、もう酔っ払っとるから、この人。ということで、今日はバーベキューしていきましょう。イェーイ。後片付けはちゃんとしましょう。もちろん。はい、もちろん。まあ、キャンプじゃない。車中泊でもない、今日は、うん。今日は単純に、まあ、たまにはみんなで、バーベキューしたいな。ゲリラで。ゲリラライブ。あ、違う、ライブじゃないわ。ゲリラバーベキュー。ゲリラバーベキュー。ゲリラバーベキューってことで。いただきます。ちゃんと。はい。うん、酔っ払っても片付けてね。はい、もちろん。はい、うちでゴミしてればいいから。もちろんね。ということで、バーベキュー焼く？豆知識ですか？はい。この、炭って、はい、燃えるゴミで処理できるんで。知ってる。はい。皆さん、どっか行って。もう酔っ払いはいいからさ、ちょっと。はい、ごめんなさい。え、でもさ、バーベキューったらまず焼きそば焼かなあかんくない？うん、焼きそばっすね。焼き、酔っ払いよ。焼きか。焼きそばか。焼きうどんか。そう。や、両方。だから両方半々。ももきシェフにじゃ焼きそば作ってもらおう。半々です。で、これしか持ってないの？じゃあ、ももきの言う焼きそばを作ってもらおう。ちょっと待って、ももき。はい。網？網。たららららららたたたじゃあ、ももきは、網？じゃあ、ももきのやり方だから、これ。じゃあ、だから見てよ。あ、ももきのやり方ね。そう。焼きそばってどういうもんか。ももきの言う焼きそば、はい、どういうもんか。はい、そう。よかった、普通の焼きそばだった。よかった、たたた。よかった、普通の焼きそばだった。どうしようかと思った。これ待ってよ。ね、待って待って。俺もう、ね、もう、俺、いいけども、俺、不審でしかねえんだけども。もうなんかさ、嫌な予感しかしてない、さっきから。タララララ、タタタタ。今日ごちそうしてくれるの？じゃあ、なんか、もちろん。もう怖いよね、もうなんかやることが、ちょっと、ね、ほらほら、なんか。タタ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 ラララ。おーい！おい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 、マジかよ。タララタタタタタ。ちょ、待って。ね、網。え、マジ？網。タララ、網で焼くよー。焼きそば焼くよー。網で。焼くよー網で焼くよー焼くーちょっと静かにしようか。あ、ごめんなさい。はい。はい。え、何やっちゃう？焼きそば焼くよー。ね、待って。ね、牛脂とかもなし。なし。せめて牛脂やるかなと思ったけど。なし。くっつくよ。なし。あ、言ってるそばか。よっし。これ、酔っ払い。ストップ、ストップ。ちょ、ストップ、ストップ、ストップ。焼こうか、ちょっと一回。はい。落ち着こうか、ちょっと。待て。野菜は？焼きそばは焼きそばよー網で焼くよ。ちょ、そっ、ああ、ちょ、そっ、あの、散らばる。酔っ払い、ダメ、ちょ、タラララララタタッタ。それ、塩コショウ。じゃ、来い。もう。タラララララタタッタ。絶対失敗作。失敗作やん、もう。これ、もう見るからにアウトなやつやん。塩焼きそば。塩焼きそば。タラララッタラッタラ。え、塩焼きそばってそういうやつ？網で塩焼きそばやー。ねえ。網で俺。塩焼きそば。ちょっと、モモキ。俺もっと違う焼きそば想像してた。はい。もっと違うの想像してた。どういう焼きそばですか？いや、なんかソースの匂いがしてね。あー、ないもうこれが焼きそば。もうこれ焼きそば。ちょ、これが焼きそば、ね、あー。分かった、ちょ、もう大きい。酔っ払いはいいけどさ、ちょっとお皿用意しよう、お皿。はい、マジか。ね、焦げてるから、もうすでに。片焼きそばみたいな。これバリそばやん、これ。やば。ね、私か。これ熱い。全部取ろう。熱。いや、いいよ、これ一品目だって。ねえ、ちょっと俺焼きそばってもうこういうもんだって。何これ、これ塩焼きそば。本当に塩焼きそばやん。もう来た。いや、まあぶっちゃけ間違ってやんねえけど。なんこれ。じゃあ、あんだけ、ちょ、任してくださいって言っとってこれだからね。びっくりするわ、マジで。じゃあ、任してくださいよ。あ、いかがでける？あ、でもなんか香ばしい。匂いはいい。あ、意外と匂いはええな、ええな。ほらマジか。いや、美味しい、絶対美味しい。油っ気もさ、じゃあ見てこれ。これヘルシーやん、この焼きそば。あー、でもヘルシーかもしれん。あー、もう油使ってないから。油。はい。油なし。ノンオイル。ノンオイルだから。ノンオイル麺。いただきます。絶対まずいやん。あれ？ちょっと辛いな。あ、ちょっと。あ、でも、もっといける。マジ？いける、ほんと。ちょ、もうなんか、意外にうまい。意外にいけるぜ、これ。なんか意外にいける。
あ、油っ気ないけど、うまいうまい。味が濃いのがいいかもしれない、逆に。これいけるって、これ。じゃあ逆に、ちょもき食ってみ、これ。ちょ、もき食ってみ、これ。いただきます。これさ、いただきます。ちょ、もきしゃがんで、ちょっと逆光逆光。いただきます。うん。あ、なんか油、うまいよね、これ。油がない分、うんうん、味が濃いから、うんうん、いけるんだって。ちょ、俺も作らせて。はい。あ、今度はおさぴ、あ、おさぴ料理うまいもんね。みんなね、焼きうどんの作り方知らんでしょ。しろ、こうしろはいかんわ、ほんとに。みんなうまいもんね。これいかん、これ。くっついてる。おさび料理うまいからね。俺料理うめえからね。もうプロ。じゃあ渾身の焼きうどん作ってマジで。渾身の焼きうどん。これ飲食店で働くとかねマジで。桃木と全然。ちょっとそれ働くそれ。はい。ちょっとなんか牛脂欲しくない？あ牛脂。これ絶対くっつくから、はい、もうなんか。もうプロっすもんね。この時点でプロ。俺プロだからなマジで。この時点でプロ。油使ってないじゃん。投資ろ。じゃあマジで頼むよ。あ何それ。だから投資ろはいかない。ああなるほど。まず。具材からね。具材いるでしょ、普通に考えて。うん、確かに確かに。あれなんで、麺だけ焼くかな ?50 円のエリンギね。あれ焼きそばは ?50 円のエリンギ。焼きそばじゃないけどね。それ。あ、これなんうどんだけどね。髪あれはい。ほう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 。猫でしょ？うん。やったーたたたたたたおー。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 ああ、はい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 。ちっちゃいと足りなかったはい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 。分かってない。おお、ね、出た、コクうま。あのね、なんですか出たコクうま。ちょっと箸。もうね、コクうま。分かってない。このね、コクうま。分かってない、本当に。素人はこれだからいか。ね。出た。焼きうどんを作るんだよ。で、焼きそばってこうやって具があるわけなんだよね。そうだよね。さすが。ほら、来た、焼きうどんじゃん、これ。確かに音はなんかぽいね。あ、ほら。うん。いい感じ。でもなんか、ももきよりは見た目いいぞ。でしょ？ほら。これプロだもん、俺。もう飲食の頃だから。比べちゃいます？そうね、ももきみたいにぐちゃぐちゃ。比べちゃいます？もうあんなんしてね。いや、もう。本当に汚い。もう、低コスト。あ、でもなんかぽいよ、マジで。ほら、ぽいでしょ、マジでぽい、これ見て。しとるでしょ、これ。うん。ほら、見ろ。ぽい。ほら見ろ、これ俺のが勝ちじゃねこれ。低コスト焼きそば。ごめん、ちょっと一個言っていい？そもそも網で焼いてもおかしい。鉄板ないのこれ。低コスト焼きそば。え、待って、鉄板ってセットじゃないのこれ。いやー、ないっすよ。あ、ないの？ないっすよ。ほら、これさ、ほら。もう。で、ちょっとこうしたらほら、崩してエリンギ焼けたでしょ、そろそろ。わー、最高。おー、いいよ。ええよ、ほら。ほんとに？ほら、来たみー。でも味はちょっとわからんでね。いや、俺が作るもんまずいもんねえから。でもね、キムチ入れるのはずるいよ。絶対うまいもん。アイディアだもん、それは。これはうまい。いや、キムチ絶対うまいやんね。物は使いよ。物と、あの、バカとなんとか使い。じゃ、バカとなんとかじゃねえ、それ違えわ。バタフライ？バカとなんとか使いよって。じゃあ、それバカとハサミは使いよか。なんだっけ。なんてろ、使いよ。お召し上がり、これ、はい、お皿取って、お皿。はい、お皿。みんなでまた、ご飯食べよう、これ、じゃあ、もう今日取ったら、いいんすか？ほら、めっちゃうまそうやん、これ。確かに、色ついてうまそうなんだよ。ほら、モロキのとは全然違う。なんか、美味しそう、確かに。ん？どう？うまい。ほんとにうまい、マジで。いただきまーす。マジでうまい。待って、反則で。当たりかもしれんな。俺、さっそく行ったん。見て、この出来栄え。いただきまーす。こっちで暗いから。はい、こっちで。そう、大きいんだけど。こうなんだ。ああ。そうなんだ。いただきます。で本当に食ってびっくりした今。俺やっぱね料理ができるのは違うわ。これ題して。うん？何うどん？え？焼きムチうどん。あうまい。焼きムチうどん。うまいの？ちょももきぶっちゃけた感想言って。うまいのかな？焼きムチうどん。うまいだろ。うまいだろ。うまいだろ。来たやんこれ。来たこれ。あり。あ、これは。ちょっとびっくりした。うまい。うん。うまい。どっち勝ち？勝ちどっち？これ、大阪やね。うまい。
うまい。いけるね、これ。うん。あり。うん。よし、来た。な、でも、キムチがずるい。違う。もう、これはもう。違う、だって、焼き、違う。違う。アイディア。超うまい。アイディア。超うまい。でも、これ、うん、だいぶ、やばい。ちょっと食べようか、ちょっと。焼きムチうどんいけるな。焦げ。これ、意外といけるな。いや、これめっちゃうまい。うまいっすな、これ。めっちゃうまい。当たりだね。うん。ほら、来たー。何でもやりようや、ももき。これはやばい。やばいな。これはやばいっすね。食える。食えるでしょ、うん、ほら来た、ね、さすが。待って、このピリ辛ちょっといい感じやね、マジで。どうまい。口の中にピリピリしてうまいね。米欲しい。今、おにぎり握った。お米欲しい。今握っとんの？握っとんの今。何やってんの？どっから出したの？今握っとんのこれ。おー、握ったほら、ミヨシ握ったほら。おいおいおい、手首使うことよ。おー、おー、うまいやん。うまいやん。なんか、綺麗に同じ大きさにするね、ミヨシ。うまいやろ。ねえ。いつ醤油塗ったのこれ。ん？いつ醤油塗ったの？もうさっき。なんと？一瞬で？これ絶対インチキやん、これ。なんこれ。どーらできと、マジ？いや、絶対うまいって。あらららららら。あら、焼きおにぎり。あ、これはインチキですね、これ。あ、インチキこいた。インチキこいたわ、これ。よしくんが。ずるいことするわ、これ焼き。よしくんが。いや、でも俺が料理するって言ったら、こうなるよ。あの、冷凍になってる。ちょ、まあ、これもいいけどさ、ちょっといろいろ、ちょ、俺、ねえ、待って。バーベキューってさ、肉やかん？普通。なんで肉がないの？何焼いてんの？あるの？肉を最初に焼いたらダメなんだって。通じゃない。俺ら通だから。あ、素人は何、うん、肉から焼くの？通だ、ダメ。普通さ、ほら、肉食べて、ウェイって焼きそば食べるやん。素人。バーベキューイコール肉がダメやね。素人。ねえ、もう。全然素人。あの、バーベキューイコール肉って概念がダメ？誰が決めたのって話だから。なんで？誰が決めたの？バーベキューイコール肉？そうだよ。だから。何？魚好きだ。はぁ。いいですか？いいよ。見せましょうか。見せて。うぃー。暗くて見えんちょ、こっち何置いて何それ。いいんすか焼いちゃって。いいよ、何それ。うぃー。何これナマズ？ちげえな、これ。なんだこれ。海？んで、うぃー。海？うぃー。海ですね。これって海の魚か。海なの？海で行ったんすよ、僕。バカじゃないの、これ。海で行ったんすよ。海で釣ったのこれ。これ釣ったの釣ったやつ。あ、そうなの？これ何？これ、ミヨシ。わかる？知らねえ。いや、これ、川魚ねえ、川魚でしょ、これ。海なのこれ。海魚じゃねえぞ、これ。あ、ゆうやん、これ。なんで川魚が海で釣れるんで、バカか。バレました？バレるでしょ、どう見ても。で、これ、な、これじゃあ何、何、なんて言うとしたの、これ。あ、あゆう。あゆうだから、川魚やん。海魚なの？海魚。ねえ、待って。ねえ。塩ぐらいつけようよ。じゃ塩コショウ振ろうやん。塩っすね。塩っすよね。あー、塩あるやん、塩。ねえ、塩ぐらいつけんと味ない。塩ありますよ。さすがにこれはちょっと塩欲しい。塩、だから買ってきたんすよ、塩。塩釣ってきた？塩釣ってきたんすよ。塩釣ってきた？海で。あ、かけて。海で塩釣ってきた？塩欲しいなと思って。チャランポランだね。夢見とる。ちょ、ね、飲みすぎてる。飲みすぎたや、ちょっと、ももき。飲みすぎたわ。飲みすぎとらん？やばない？ほら、いいよ。ね、バーベキューってこんなんだったっけ？こんなね。なんかこれ、俺が思ってるバーベキューってやつ。いや、これが真のバーベキュー。じゃあ、あのね、ももき。ちょ、ももき。ちょ、もっといっぱいかけるでしょ。そんなん少ないでしょ、かしら。もうちょっと広めようよ。ちょ、そう、なんかもうちょっと、もっとかけよう。並べ方。わ。おぉ、いい感じだけどな、おぉ、いいやん。え、マジでいい感じじゃん。いいやん。あ、絶対うまいじゃん。これうまいやつやん、これ。悪くないよ。塩やりますよ。あゆ、最高じゃん。塩。でもよく焼かんとさ、危ないよ。じゃあ、よくやる。本当に、でも、塩。皮だから。これもや、もう食えるんじゃねこれ。うん、食えんかな、これ。いや、よく焼いて、俺の。じゃあ、おにぎり別にこれ、ちょっと食べてていい？うん。じゃあ、おにぎりにかけなくていいよ。じゃあ、かけないですよ。どう？おにぎりいただきます。はい。冷た。終わったで。じゃあこの鮎マジでうまそうだ。うわうまそう。焼きおにぎりシャーベットあっちゃうで。カメラ熱で壊れるで。壊れるって。大丈夫か？ちょ、食ってみて。焼きおにぎりシャーベットだからこれ。いや、ちょっといかんって、まだ中が通ってないから。
ポタピー実験台だもん。ほら、ほら、まだだほら、ほら、だって、だって。コットンもなんか、チーズインみたいなところ、チーズイン。なんかこう火通ってないとダメ。やり直し。ちょっと早い。早い。これ冷って。炒まんよりも冷凍してきた。あのさ、焼きおにぎりのサクレみたい。焼きおにぎり。ね。うまいでしょ？うん。何？うまいでしょ？うまっ。まあ、みのちゃんが握ったからね、さっき。焼きおにぎりうまいでしょ？さっき釣ってきたでしょ？うまいな。焼きおにぎり釣ってきたでしょ、さっき。会話これ、これ一番だ。ねえ。釣ってきました。釣ってきた。え？釣ってきた、さっき。いや、これまずいって言ったら敵すごいよ。敵すごいよ、とか言った。ねえ。うまっ。ちょ、これ芯が、あ、でもこれ、あ、これいい感じ、ほら、これめっちゃいい感じじゃん、ちょっと。あ、でもうまい。ほら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 。うまい。で、こんなバーベキューある？マジうまっ。半田港産の米。決めてみて。半田港で釣れた米。ほら、こんなバーベキュー、あるもん、ほら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 。いや、もう最高。うまっ。肉なんてな、もう。やっぱ半田港の米。違うもんな。うまっ。なんかなんかうまっ。こういう感じ、これ。これもいけるだろ、ガブッちゃうか、ちょっとこれ。あ、でもなんかいい感じ。おー、ちょっと待って、これいいんじゃない？これ、ちょっと、これうまくないわけないじゃん。見てよ、これ。うわ。見てよ、これ。塩の乗り具合やばいね。いただきます。やば。あ、うまい、やばい、ほらほら。火通ってるか。うまっ。作ってうまい。うまくなってる。マジでうめえ、これ。上手にできてるか。熱っ。めっちゃうめえ。あ、でもうまい。マジでうまい。これはうめえな、これ。いやー、見て、なんかめっちゃ火通ってる。おー、バッチリ。バッチリだよ、マジ。熱いよね、でも。うまいな、これ。あ、うまっ。うまいよな、これ。うんまっ。天然だ、天然。ハンダコ天然の味がうめえ。ね。これ口に入れて、じゃあこれを、じゃあこれを口に入れつつ、香ばしつつの、でね、でな、塩加減ちょうどいい。ね、これビールを、ね、飲んだら、おかぁうめぇ超合う。さすが鮎。やばい。川魚だけどね。うん。海じゃないけどね。うん、海じゃないけど。ももきがもう嘘つきだもんなぁ。ももき嘘つきやん。海で釣ったとか。あれ嘘つきやん。あれじゃあ肉行くか。そろそろ。いや、肉じゃないですよね。肉。はい、肉肉。いやーい。いやー、肉じゃない。何？肉いっぱい買っても肉。肉これ忘れてません？それ俺のおやつ。はい。おやつ。違う。違う。忘れてます。何ちょっと。忘れてます。違う。これを。ダメ。と。ね、何これ。バナナの食べ方。ちょ、バナナ。肉が食べたいの俺。バナナの食べ方。これなんてか知ってる？果肉ってのこれ。バナナインバーベキュー。あーまあ肉なのか。バーベキューインバナナ。動きからしたら肉なんだ。に納得すんのそこで。果肉。果肉。じゃあ、おさぴが果肉って言ってから。果肉。肉。じゃあ、俺牛肉食べたい。じゃあ、俺も普通に肉かと思って。ねえ、誰が肉？あー、肉。ちょ、ほんと何やってんのこれ。肉。ねえ、もうこの、何やってんの肉。お肉。これ焼くのこれ。バナナ肉。もう勝手に食っとけよ、これ。はい。いいじゃん、絶対美味しくないって。あれ絶対美味しくない。いやもう、じゃあもう。絶対美味しくない。もう、どうなる？おやつにもう、100。本当にうまい。160%。絶対？どうなる？信用するよ。おやつに160%。ちょ、もう肉も焼きながらやろ、ちょっと。いや、肉はもう。ちょ、じゃあもうほら、炭が、なんか、なくなすのか。そうだよ。バーベキューやって肉やなんてか、バカだろ、マジで、ほんと。バーベキュー。あれこれ肉これ肉肉やん、これ。なんすか、これ肉。なんすか、これバーベキューだから肉焼いてる。肉肉やん。肉じゃないですよ、これ。肉やん、これ。肉じゃないですよ。なんすか、これハンバーグ。ハンバーグハンバーグ。バーベキューで、ハンバーグバナナで焼いたやつでマジで。バーベキューで、ハンバーグどっちがまとも皆さん、どっちがまともバーベキューでバナナ焼くやつか、ハンバーグやつどっちがまともバーベキューでハンバーグバーベキューでバナナハンバーグ聞いたことない。いや、聞いたことない。バーベキューでバナナ、本当に聞いたことない。ないよね、よしある。バーベキューでハンバーグ聞いたことない。いや、バーベキューでバナナ聞いたことない。果肉と、か、え、ハンバーグミンチ肉。あ、でもまあ。これできるでしょ？わ、来た。もうバーベキュー、もうバナナ。どっちがうまそうよ、これ。どっちがうまそうよ、これ。ほら、もう。何この絵？バナナ。
やば。絶対バナナ。ちょっと、もうちょっとええ感じじゃないの。ハンバーグはずるい。じゃあ、ゴリラで行きたいけど、ゴリラじゃもうわかんないし。いや、オサピーのチョイスずるいって。だって、ね、いやだって、キムチなんて何でも混ぜたらうまいやん。そんなことないよね。キムチも使いようだから。あ、でもハンバーグやば。絶対うまいやん。絶対うまいやつだ、これ。うまいよ。絶対うまい。うまくないわけがないもん。何ですか、このひょろいのは。これ何これ。何これ。絶対これ違う。これはセンスない。本当にセンスない。結構重量あるな。いや、重量あるよ、それ。でっけ、これ。ウィーンちゃうの、これ。1ポンドだもんね。150円ぐらい。え、違う違う、え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 、じゃないよ。ポンドって重さだな。1ポンド150円ぐらい。1ポンドって何キロ、何グラム、ポンド。1ポンド。1ポンドって何グラムだったっけ。ポンドで、うん。150円。いや、でもいや、違う。いやいや、これ、なんでもさ、もう目が、霧丸だからさ、霧丸だから円マークになっとる、目が。1ポンド150何円ぐらいの。ほんは。じゃあ1ポンド何グラム、じゃあグラムだから、円じゃないから。1.5 キロだからそんなもんすね。え、あれ違う。1ポンド。じゃあ、1ポンドって通貨だ。ほら見ろ。いやいやいや、通貨や。ポンドは、ほら通貨や。通貨と、1ポンド通貨や。重さとどっちもあるんですよ。1ポンド154円や。ほら来た。両方ある。いや、違うけどね。惜しいけど。重さと、あ、でもなんかお皿が近い。なんかネットで調べて、ネットで調べたって言ったけど、ネットで調べて一番最初に出てくるのが、通貨だ。ほら。重さもあるっすよ。重さもあるっすよ。ちなみにね、お皿154円って言ってるけど、151.13円。惜しいね。なんでこんなで150円だったもん。ああ、でも合ってる。大体合ってしまう。すごい。で、ちなみにね、1ポンドってね、ちょっとこれあれだけど、453.6g っていうね。そうなんだ。0.4 キロ。0.4 キロ。もともとハンバーグ。はい。横さんあ、確かに、ポンド円ってあるもんね。これ、ポンド円あるよ。ポン円あるもんね。ポン円は、あ、大体頭だ。違う違う。合ってる、合ってんだ。え、でも1ポンドハンバーグって重量だよね、やっぱり。円じゃないよね。151.13円だった。1ポンドハンバーグってのは、151円のハンバーグってこと。正解。合ってる。正解。マジか。150何した ?154 円って言った。惜しい。惜しい。これ、うめえわー。ちょ、それまだ凍ってはないかも。凍ってはない。分厚い、これ、ほら。これ、肉汁やべえ、これ。俺、うめえ、これ。何これ見て、これ。何ですか、これ。ちょっと見て、これ、うまそう、これ、うまそう。どう？うわ。うまい。肉厚だ、すごい、これ。いただきまーす。このハンバーグ美味しい。いや、これ、小刻みに食べるのが、うまいよ。このハンバーグ美味しい。おお、うまいな、これ。うまいな、これ。いただきまーす。逆光。いただきますよー。うまい。うめや、これ。うめやな。なんか塩振りすぎたかーったけど。うん、全然いける。うん。なんかちょっとバーベキュー。ちょっとでも塩辛いな。うん。ももきの塩辛いっておかしい。ちょっとこれ切っといた方がいい。いやいやいや。ちょ、ももきこれ。超濃いね。はい。ちょっと待って。これちょっと切ってあるよ。うわ、バナナ、バナナが跳ねた。バナナ跳ねた。危ない。バナナ、やばい。バナナ怒っとるて。俺の存在忘れんなっつう。バナナもうひっくり返しとかいいんじゃない？ちょっと、そろそろ。うわー、なんかええ感じに、ええ感じに。向いてよ。食べるぐらい。ね、ナス。あ、ナス。何焼いたんだっけ、これ。ナス。ナスになった。ナスになった。進化した。ナスになった。あの、バナナが進化するとナスになる。バナナの進化系ナスだった。ナス、そう。みんな知ってた。バナナって、ナスに進化する。熱いの。熱い。ちょっと頑張って見て、ちょっと。マジで熱い。じゃ、もうちょっと冷ます。どうする？いや、いけるだ。モンブならいける。お、いけるんじゃないこれ。なんかちょっと俺、お腹いっぱいになってきたな。熱、マジで熱。モモキ。あれもうちょっとお腹いっぱいになってきた。いやー、なってないっすよ。結構食べて、おー、待って、え、焼きナスじゃん。焼きナスやん、マジこれ。あ、てか、ナスってか、スイートポットみたいな。ちょっと待って、これうまそうなんだけど。スイートポットになった。ほら。なんこれ、うまそう。待って、これいけんじゃねえの、これ。待て、おい。これちょっと。これはいける。これ来たんちゃうん、これ。これはいける。
え、めっちゃいい匂いする。ちょ、匂い嗅いで。おう、めっちゃいい匂いする。でも、焼きバナナってまずくはないよな。どうなの？バナナかな？でも、言っても。バナナ、あったかい、あったかいバナナ。ちょっと甘いかもしんない。あ、甘みは出るかもしれない。甘み増してる。でも、ね、甘みは出るかもしれんよ。でもね、美味しいかも、これ。ちょっとこれ見て。しかも切りやすいしね。めっちゃ完熟したバナナ。ねえ、あ、めっちゃ甘くない？なんかちょっと、って感じ。完熟したバナナ。あったかいとこは甘いけど。もっと焼いたら美味しいかも。ぐじゅぐじゅになるまで。いや、完熟したバナナ。でもさ、でも甘み増してないめっちゃ。いや、甘みは増してるよね、間違いなく。お、上の方が。そう。なんとも言えないな。でも、まずくはない。うんうんうん、完熟バナナ、ほら、うん、うん、これは多分今までのメニューで一番失敗かもしれない。上の方がでも完熟、うん、じゃもっともっと均等になればいい。まだ焼きそばの方がうまかったもん。しわそう、ちょっと あったかいフルーツって気持ち悪いな。なんか本当君たち素人だよね。こういうのが普通でうまいんだよ。こういうのみんなね、本当に素人、分かってない。何これマジで。みんなね、分かってない。こういうのね、こんなん買った。おーおー、こんな、こういうのが欲しいんだ。このほら、何これ。あ、それ僕のやつじゃないですか。バーベキューって言ったの。何でしょう。僕のやつじゃないですか。これでしょ。これパイの実。パイの実、バーベキューさ、僕の三種のやつじゃないですか。ええ匂いする。これちょっと匂いがね。炭の匂いが。炭の匂いが。わやわや。こった、俺の方が炭の匂いが。甘い匂いする結構。あの、スイーツ屋さん。まあまあ、匂いはいいだろうね。ちょ、皆さん、バーベキューにやっぱこれ欠かせませんよね、やっぱり。あ、でもうまいかもね。いや、なんか、うまいって決まって、待って、俺が作るもん全部うまいって。ね、僕のやつ。だ、今美味しく作ってるからさ、ね。僕のやつ。勝てるかだけどな。勝てるかだ。ほらほらほら。ぽいやん、ぽいやん。これもう完全ぽいやつやん。これほら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 。ほら。ちょ、完全ぽくなった。ほら。あつ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 。僕のやつ。そうだね。もう焼けたかな、これ。あれ、僕のおやつ。あれ、あれ。めっちゃうまい。うまいやろ。めっちゃうまい、ぶっけ？いや、ずるいって。焦げ。もう、ほんとに焼いたみたい。やばくないこれ。ほんとにオーブンで焼いたみたい、パイを。見てこれ。やばいってこれ。ほら。ほら。でかってるもん、これ。反対側がやばい。ジューシーね。やばいよね。ほら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 、いってよ、ほらほら。僕のおやつ！ちょっと、なんか炭火で焼くといいな。あ、うまいな、これ。うまいね、これ。サクサクしていいね。うまっ。もうちょっととろけるといいかもね。パイが香ばしくなるから、ね。パイが香ばしくなる、これ。これありだわ。皆さんやって、うん、これバーベキューで。うん。これあり。うん。うん。うまい。うまい。うまい、うまい、うまい。パイが、うん、超いい感じ。うん、これ、ほら、あるんじゃん。何隠してんの、オーギー。あるんじゃん、いいもん。いや、いいわ。もう持っとるやないかい。パイの後に。パイの後に。パイの後に。サイコロステーキ、いいね。いいね。パイの後にやっぱ肉を。いいよ。いいよ。うわぁ、肉焼けてんちゃうん、これ。食えるもん。いい感じになってきたね。毒味する。ああ、いい感じ。毒味して。毒味するわ、ちょっと。この辺から行くかしら。コロコロステーキ。サイコロステーキ。サイコロステーキ。いいね。煙やば。うわ。うん。うまい。うまい。たぶんハンバーグもうまいから。ん？ハンバーグ。あ、まあ、ハンバーグはもう。反則なんだって。うまい。あ、うまい。いただきます。でもうまい、これ。うまいね。あ、うまっ。フライパンであるよりね、油落ちるから。まずいわけないだって。うん、なんかうまい。ああ、うまい。ここでやるから油が落ちていいね。うん、そうね。うん。柔らかい。あと風味が違うよね。そうそう、家のフライパンとさ、うん。サイコロステーキってさ、あの、油やばくない、うん、ねえ。うまない？もう油は全然ない。ねえ、油落ちていかんねえよね。程よく。うん、もう程よく。で、知らん間に焼きおにぎりがまだ残ってるってね、これ。さっきミノシが握っとったから、これ。一生懸命握ったから。そう、一生懸命握ったから、これ。そう。やば。うま
うまいうまい。これは。うまいうまい。うまい。うん。こんのがいいですね。こんのいいよね。こういうのがいい。こういうのがいい。こういうのがいい。うまいうまい。うまい。いやー、ほんとに。企画も大事だけどね。もう最近企画ばっかりだもんね。当初の動画こんなんだもんね。そうかよ。行き当たりばったりがうちらの売りだったじゃん。カメラ持って、適当に撮るのが、今までの動画だったから。でもね、リスナーさんの半分以上がね、もう僕のこと忘れてるの。ほんま？いや、でも覚えてるよ、みんな。初期が、ちょっとね、いろいろあって、前の会社のあれで消しちゃったからね。そう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 。儲けもしたよね。うん。うん。儲けはでも今はさ、昭和が強すぎて、じゃだけど、今はよっぽどあれやん。今は会社だって YouTube やっちゃったりしてるし、昔まださ、今の僕の会社は別にね、全然問題ない。昔あの時ってさ、YouTube とかあんまなかったじゃん。なんかなんてことしてくるんだもんなって言われたからね。そうだから、本当だね、なんか。いや、僕なんですよね、理由は。僕やったから。いや、違うよ。俺が制服着て、いや、仕事帰りよ。で、しかも、長期連休に入る前の最終日に、うんうん、確か幼なじで飲み会やっちゃったの。制服着て。うん、もう大炎上。制服着て、うん、別に制服着て別に、後悔しなくて。飲んだっていいじゃん、別に。あ、なんだけど、いやだから、制服で何してくれとんねみたいな。別にいいじゃん。でも、いや、いいじゃん。まあね、いやもう周りの人からしたら、それがうんこ前なのか、うんこ中なのか。誤解を招くからね。うんこ後なのかみたいな。ああ、まあね。うんこ中にいたトラックで寄ってる可能性もあるじゃん。それあり得るな。うんこ前かもしれないじゃん、ね。わからんな。ああ。うん。いや、制服で。さすがにうんこ前のマンはな。俺だってそんなね、本気で。ねえ、そんなバカじゃねえからな。いやー、あれもあったし、まあね、桃木も同時に、なんか昭和やり出して。落書きもあったし。何落書きって。当時ね、二人で同じ会社に働いてて、二、うんうん、人ともがなんか大炎上しちゃって。なんで？そうなんだよ。そうなの？で、もう仕方なくオタピーにごめん、ちょっと、ドア消してくれって頼んだら、うん、俺のこと知らない人のが増えちゃったんだよ。制服もダメだし、落書きもダメだし。そうなんだ。でもさ、今だったらそうでもなかったんじゃない？いや、関係ないですよ。時代だな。時代だと思う。あの時まだ YouTube ってそんなに、だって誰もかんでも知ってるやつなんかいっぱいだったから。今じゃね、逆にだよ。会社がやっとるやん。そうだよ。だから会社のドライバーな、ね、前の会社、何人おるんだっていうね。ねえ、今となっちゃね。いやもう全然。あの時はやっぱりまだ時代も悪かった。もう脱ごうかって話ですもんね、本当に。脱ごうか？何やっとんだみたいなこと言われたもんね。はい。あ、背中？脱ごうかってぐらいの話ですもんね。ああ何にもないしか中分からない。何もないのはちょっと分かんないけど。分かんない。今の堂々とそのさ、前の会社の制服バチッと着て、うん、運転動画とかなんかどこどこしていってみましたとか、うんね、やってなって。確かにね。なんだそれ。時代が悪かった。うん、ねえ、うちらも良かったよな。ほ、うんとに。しゃーなししゃーなし。まあなんか、肉焦げる肉焦げる。消さなかったら首だぐらいまで終わったもん。当時は。まあ当時はね。まあね。うん。いろいろある。のんびりもいいね、たまには。サイコロステーキー。ちょっとバーベキューやったら後でちょっとカタリンコしよう、カタリンコ。はい。ね。小学動画じゃない。ねえ。ちょっと後編みんなでカタリンコするわ、カタリンコ。ラフ動画とか言いつつなんかちょっとあったけど。うん。これマジのラフ。いやもう、うまい。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 マジでうまい。うまいわ。あ、でもこれが、これが、あれだよ、バーベキューだよ。うまい。ちょっと、後編カタリンコしよう。はい。ね、うん。じゃあちょっとご飯食べたらまたカタリンコします。So I said no no no, it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute.